フランスダンケルク地域のゴーフルゴーフルは専用の型で作る凹凸模様の平たい菓子。英語でワッフル、フランス語でゴーフルと呼ばれる浮き出し模様をつけるという意味のゴーフラーからゴーフルと呼ばれるようになった。日本では薄焼きせんべいにクリームを挟んだ焼き菓子がゴーフル、ゴーフレット等の名前で販売されている。香港では日本のゴーフルを中心に説明するフランス語で ゴーフルと呼ばれる歌詞については、ワッフル参照。日本でゴーフルと呼ばれる歌詞は、昭和初期に風月堂一門によって開発されたもので、2017年現在、風月堂の流れを組む3社のは、洋菓子会社メーカーによって製造、販売されている。ゴーフルは、神戸風月堂によって1953年に商標登録されているが、他の2社も使用している。 風月道合フルも参照用菓子の材料を取り入れた和菓子である小麦粉、砂糖、牛乳、バター等の材料を和菓子のせんべいを焼く技術を活かして直径1 5センチメートル、厚さ 1mm ほどの円形にさっくりと焼いたもの2枚で薄く伸ばしたクリームを挟んだもの、小包装されたものを紙箱や四角い缶に入れた形態。 あるいは浅底の丸い鉄製の缶に入れた形態で販売されている。現在ゴーフルを販売しているのは東京風月堂、上野風月堂、神戸風月堂の3社である。この3社はいずれも大阪屋をルーツとする。1872年に総本店の番頭が独立して余熱和ず堂を開き、これが後に銀座に本拠を移して東京風月堂となった。また、 四月和木堂で、徒邸暴行した吉川一蔵が1897年に、のれんわけを受けて、神戸に、神戸風月堂を開いた。さらに、風月堂総本店の創業家の一人が1905年に、上野に、文店の上野風月堂を開いた。風月堂のゴーフル発売の期限については、東京発祥説と関西発祥説がある。東京発祥説は、昭和初期に、 カルルスせんべいという薄焼きせんべいをヒントに開発されたとする説である。上野風月堂によれば、カルルスせんべいは明治より風月堂一門で販売していた商品でゴーフルせんべいに酷似した形状の素焼きせんべいであり、炭酸せんべいの原型とも言われるものである。昭和初期南鍋町ヨネ和樹堂の和菓子工場では、風月堂総本店及びヨ熱和樹堂の両方の 製品を生産していた。また、火災のため、洋菓子工場と和菓子工場が一緒になったが、大阪の北浜和木堂の職人が洋菓子工場の次長を務めていた。ここで一門の職人たちの試行錯誤が行われた。結果、粉の配合やアメリカ製のショートニングをクリームに用いるなどの工夫が凝らされ、現在につながるゴーフルが完成し、1929年に、 発売されたとする。関西発祥説は、大正の終わりから、昭和初期に、余熱和木堂より、のれん分けされた、北浜和木堂において開発されたとする説である。神戸風月堂が記すところ等によれば、1926年頃にもたらされた、フランスの焼き菓子をモデルとして、北浜和木堂の和洋菓子の職人が開発を進め、神戸風月堂創業者の吉川一蔵が、当時、 北浜和樹堂の業務執行社員であったことから、1927年に、余熱和樹堂、北浜和樹堂、神戸風月堂で同時に発売された。ただし、発売当時の製法は、現在のものとは異なり、大河原せんべいと同様の焼き方を行う、手間のかかるものであったという。戦前、風月堂一門は互いに協力して、商品の開発や製造、販売を行っており、 ゴーフルの商標は、風月堂一門で共有されていたが、戦後ゴーフルの類似品が氾濫したため、神戸風月堂がゴーフルの商標を登録した、東京風月堂のゴーフレットゴーフルと似た歌詞にゴーフレットがある。文字通り直径7センチメートルほどの小型のゴーフルを意味するほか、葉巻状に巻いたゴーフルの中に、クリームやジャムなどを詰めたもののことを指す場合もある。ありがとうございます。